はい、イゾルです。で、今回はですね、冷蔵庫を置く予定の場所のですね、補強がメインになりますね。で、今現在の進行形で言えば、もう540リットルで、総重量118キロの冷蔵庫を置いてます。でもまあ、多分置けるんですよ。この使い入れなくても。シロアリに食われてる義道が全くないんで、ここは。いや、でもまあ、いつかはね、床って落ちると思うんで、まあ、落ちた時に、床ごと冷蔵庫が落ちないようにはどうしようかなってずっとね、ここにあるし、まあ、ルームシェアハウスをやれば、まあ、結構、台所だから人が出入りするんで、多分、まあ、60キロの人が3人プラスいるんで、368。180、まあ大体300キロから500キロの負荷がかかる場所なんで、まあ念には念を入れてやっときたいですよね。はい、今日7月6日です。まあ端折って端折って。で、あんまりね、カメラは回してません。まあ、大体ここの板のところがパソコンのあれになります。冷蔵庫のところになりますね。だからこれどうやって冷蔵庫をここに搬入してくるかということになりますね。まあ、あとは冷蔵庫を、まあ、これ以上買い置きはできませんよ言われたら、じゃあバイバイでいいと思うしまあそれまでに何をどうするかっていう話だけど、まあカーポートをちょっと作りたいですね。鉄筋で、カンカンタイプで。なので、まあそれまでにはちょっと7月いっぱいかかっちゃうから、7月いっぱいかけたくないからな。はい、まあ一応今日のダルトはここですね。まああとはここを床補強、まあ、縛りと、あとここはですね、ここだけをちょっと点検口を作ろうかなという感じです。はい、であとはここだね。どうしようかね。まあここはいいや、うん、とりあえずはいいや。はい、というわけで点検口とにかまあ作りましょう。はい、はい。でもまあそうだね、まあ結論から言えばそうだね、置いていかれた産業廃棄物の金庫がで実は床塚としてすごい役に立ってますね。まあどうせ口で張ってるんだったらまあいいんじゃないっていう感じですね。はい。で、まあ、こんな感じで今、プレイオープンしてます。で、今年のプレイオープン10月20日までです。で、ツイッターから DM で内覧入居の相談受け付けてます。バイバイ。